リクト AF。 こんにちは、リクトです。現在ニューヨーク時間12月8日の8時59分です。今日のトピックはニューヨークニックスの長年のライバル、ライバル言うたら笑われそうね、ポールピアスみたいに What rival? What are you talking about? と言われそうですけど、まあ一応地域的にはライバルのボストンセルティックス、今年はほんまザ強豪っていう感じのプレーをし続けてるので彼らについて話したいんですけど、まあ強いね。やっぱ回数的にはニックスの試合を見る機会が一番多いので、というかまあもうニックスの試合言うたら毎試合、毎秒見てますから、セルティックスのバスケっていうのはもう、なんか違うスポーツに見えるんですよ。美しすぎてね。そんなセルティックス、今21勝5敗というリーグ1の成績を残している強豪ですが、なぜこんなに強いのかについてちょっとディスカッションしましょう。まずはものすごいね、簡単なところからいきますと、テイタムとブラウンという多分 NBA で今一番強いデュオなんじゃないでしょうか。数年前にクリッパーズでチームアップした時に、きっとカワイと PG がこういう風になるんやろうなって想像したようなエリートさですよね。テイタムはもう完全にトップ3 MVP 候補ですし、ブラウンもオールスターからもう完全にオール NBA ステータスに上がってます。2人とも3レベルスコアラー、中からも外からもんで、中間のミッドレンジからも点が取れる、オフェンス的にはタレントだらけの選手ですし、で守りでもオールディフェンシブチームに選ばれてもいいぐらいのディフェンダーですよね。そんなんが2人もいるっていう時点で普通のチームと違う、もう分析する必要がないですよね、そこは。でまあセルティックス言うたら昨シーズンファイナルに行ってるチームですから、当然この2人も去年の時点でものすごい優秀な選手やった。でもまだまだ若い2人はさすが去年と比べてもかなりインプルーブしてる部分がいくつかある。ブラウンやったら去年のプレーオフではもうターンオーバー祭りの主催者やったのが、今年はボールハンドリング上手くなってますし、ドライブしてもいい時と、あこれは塞がってて、あーターンオーバーに繋がってまうなっていうその判断がかなり上手くなってる。テイタムはちょっと前までこう上手いねんけど、ファールを誘うのが下手よなって言われてたような選手でしたから、そこにしっかりとフォーカスしてボディバランスとパワーをもっとつけることで、フィジカルなスタイルでファールを誘えるようになってる。特に自分よりも一回り小さいディフェンダーに疲れた時はね、例えば最近のネッツ戦ではステス・カリーが彼のことディフェンドした時は必ずポストに連れて行ってフィジカルなスタイルでいじめまくった。もうすぐにセスファールトラブルになりましたよね。まあまずはセルティックスは強い理由の一つとしてこの2人がいるってことですね。そして今年のセルティックス言うたらもうオフェンスが歴史的に強いってことがやっぱ目立ってる。まあ、最近の NBA では理想のどの選手もシュート、ドリブル、パスができるっていうのは当然揃ってるんですけど、個人的にはそれ以上に大切なものを持ってると思ってまして、シュート、ドリブル、パスプラスカットができる選手、これはもうほんま選手全員がカットの大切さを分かってることでオフェンスの全体的な流れが良くなるんですよ。ボールを持ってない時に暇やなーってスマホをいじりながらデートの待ち合わせスタイルのニックスみたいに突っ立ってるだけじゃなくて、ボールを持ってる選手がパスを出しやすいスペースに走り込む、でそこでもらえなくても自分がそうやってカットすることで今度はチームメートがパスをもらえるようなスペーシングを作ってあげることができるわけじゃないですか。これがセルティックスはうまい。右サイドにボールがある時でもこう左でいろいろとねフレアスクリーンとかピンダウンとかやってるから、ディフェンスがボールサイドに寄ってきたら、おし今だと逆サイドにスイングすることでガラ空きのシュートが打てるようになりますし、このチームはほんまグッドなショットではなくグレートなショットを常に辛抱強く探してるのがすごくよくわかります。特にこの辛抱強さっていうのはトロント戦で目立ってましたね。ラプターズはもちろん 6-8、6-9 の長い選手を集めるのが趣味なので、やっぱ彼らのディフェンスを崩すのは難しい。うちみたいにワンパスそんなに言うほど空いてないけど、まあとりあえず打っとこうかっていうオフェンスやとやっぱ通用しないので、そういう時にセルティックスはボールをしっかりと回してカットしまくって、一つのアクションだけじゃなくて複数を仕掛けて、でディフェンスがちょっと崩れたなっていう隙を狙い、ディープなドライブから最終的にはファールを誘ったり
キッカーとしてオープンショットを決める。ボールが一人の選手にくっつかないね、納豆ハンズを持ってる選手は少ないっていうのが今回のチームのオフェンスのナンバーワン魅力やと思います。ほんでどうしても、まあ、これはなんかなかなかディフェンス崩れてくれないなっていう時はショットクロックの最後の5秒でピンチのショットクリエーションがしっかりとできるテータムやブラウン、スマートも意外とできますよね。でベンチからブログドンもいますから、一応彼らにとっては最終手段でも普通のチームに比べたら効率の高いシュートが打てるわけです。はい、でちょうど今ブログドンの話をしたので、もう一つセルティックスが強い理由と言いますと、ちょっと前までほんま3年ぐらい前までセルティックスの弱点であった層の厚さっていうのが今季のチームでは強みになってますよね。まずは大統領ね、マルコム・ブログドン言うたら普通にスタメンどころかもうボーダーラインオールスターですよ彼なんて。だテータム、ブラウン、スマートもベンチに下がったとしてもブログドン入ってきたらやっぱ安心してオフェンスをちゃんと仕切ってくれるっていうしっかりさを持ってるじゃないですか。なかなかないですよ、このクラスのベンチプレイヤーシックスマンを持ってるチームっていうのは。ほんま珍しいね、顔の表情と違っていろんなスタイルを持ってる選手です。ボールを持たずにインパクトを与えれる能力をまずは持ってますし、彼の場合一つ一つのパスに意味があるから、スイングする場所、タイミング、パスのペースとかも優秀な司令塔ならではのボールムーバーですよね。まずはほんでオンボールになると、まあ、まずはチーム1ドライブの回数が多い選手ですから、相手チームのディフェンスをやっぱ崩すためには彼のドライブ能力っていうのは必要なわけです。そっからフィニッシュをするタッチとで強さっていうのを持ってますし、でウィークサイドのディフェンダーがこうヘルプに寄ってきたら逆コーナーに的確なパスを出せるプレーメイク力も持ってる。ディフェンスではさっき言ったパワーを使ってしっかりとしたディフェンス、自分よりも大きい選手をガードすることができますし、両サイドでビッグプレーをするどっしり感がある選手です。ちょっとここは1本欲しいなっていう時も大体はもう彼が関わってるプレーが多いですね。まあブログドンのことあんまり知らないという人がこれだけ聞いたら、なんでそんな優秀な選手がシックスマン、しかも去年ファイナルに行ったチームになんでそんなひょいひょいと行けたのって思うと思いますが、彼のこれまでの NBA キャリアでのネックって言うたら健康でなかなか入れないってことやったので、やっぱそれ自分でも分かってるんですよ。1試合30分から35分、時には40分もプレーしないといけないような役目やとシーズンの半分も持たない。その代わりセルティックスみたいな層の厚いチームでプレーしたらプレイングタイム減りますよね、20分から25分とかになりますけど、その間はもうエースっぽいプレーをして、出てない時はちゃんと体を休める、それの方が本人にとってもチームにとって もうウィンウィンなので、今回はもう欲張らずにもう俺はシックスマンでいいと、スーパーサブになりますというマインドセットでプレーしてるわけです。他にキーベンチプレイヤー言うたらデリック・ホワイト、彼もブログドンやスマートと同じでデカめの、まあ、ポイントもコンボガードですね。試合のペースを上げてくれる速攻を常に狙ってる選手で、去年のプレーオフでは波は激しかったですけど、今季はそのコンシスタンシーがもっと見える安定したプレーをしてくれてます。ディフェンスではまあ今のセルティックスの中ではどうしても優秀なディフェンダーが多いからホワイトがターゲットになってしまうことが多いんですけど、チームのディフェンスの穴がホワイトっていうこと自体がセルティックスのディフェンスのポテンシャルを物語ってますよね。普通にポジティブディフェンダーですから、彼も貴重なツーウェイプレイヤーとして活躍をしています。続きましてサム・ハウザー、今回のオフシーズンでセルティックスはガリナリをサインしましたが、まあ、すぐに怪我をしてしまって、彼に代わるようなストレッチビッグがどっかで探せたらいいなっていうところでサム・ハウザーのプレイングタイムを増やすことにした。ほんまもうなんて言うたらいいんやろうな、いい意味で見た目通りのシャープシューターです。身長もあって、でシュートリリースが早い、大学時代もうわいいシューターやなって思ったのを覚えてますけど、ほんまもうスパッと綺麗に入りますね。ほんでハウザーにつきましては、まあ、差別的なことは言いたくないですけど、まあ見た目はこうですから、どうしても相手チームからしたらもう的にしか見えないわけですよ。無料で得点差し上げますというようなターゲットね。でも意外と見た目よりもちょっと速いし、見た目よりも強い、でかさもあってこう横に動くスピードも悪くないんですね。だから KD とかカイリーとかシアカムとかフォックスとか、最近やったらねそういった選手にターゲ
ットされても、もちろんまあヘルプディフェンスが必要な時もありますけど、意外とついていけて、オフェンスにとってはそこまでのアドバンテージにならないっていうのはハウザーの意外なストロングポイントやと思います。はい、続きまして元ニックスのルーク・コーネット。コーネットのこの遠距離コンテストが最近ミームになってますが、まあそれは置いといて、ちゃんとしたセブンフッターがベンチプレイヤーとしているっていうのはやっぱ心強いですよね。特にロブ・ウィリアムズが怪我してるので、ショットブロッカーっていうのがあんまりいないチームですから、コーネットはリムプロテクターとしても働けてますし、さすがニックスにいる時は、まあちょうどニックスファンが病んでた時やったとはいえ、あの男に比べられるだけの男であったことは違いないので、まあ、外からもシュートできますし、サードストリングセンターとしては全然悪くないです。あとはブレイク・グリフィンも最近活躍してますね。アル・ホーフォードがさらに老人なので、バックツーバックはあんまりプレーできない、休まないといけない時にやっぱグリフィンみたいないつでもエネルギー 150% でプレーできるリプレイスメントがいるとやっぱでかいね。リバウンドに対しての執着心にしろ、ショットブロッカーじゃない分チャージングでリングをプロテクトする能力にしろ、あれはいい仕事してますよ。ロッカールームでもチームメイトたちを笑わせたりまとめたり、いいベテランとしてチームに貢献してます。あとはペイトン・プリチャード、他のチームにおったらもうほんま優秀なスタメンかシックスマンとして活躍できるようなレベルの選手ですが、このチームでは残念ながら怪我とかがない限り常にローテーションに入っているような選手としては使ってもらえてない。でもサイズがない割にはタフなディフェンダーですし、電子レンジ系のこういつでも点取りに行きますぜっていう何クソ精神も持ってる。だこういった優秀な選手を使えないぐらいセルティクスは層が厚いっていうのはやっぱチームが強いという一つの大きな理由やと思います。ちょっと時間がなくなってきてるので、もうラストスパートスピードアップしますね。去年のプレーオフでも目立ってましたが、やっぱこのチームはでかいっていうのも大きな利点です。一番ちっこくてスマートホワイトブログドンですから、とにかくもうスイッチできまくるディフェンスですよね。フォードも昔みたいには動けないですけど、とりあえず相手のウィング 3&DK 選手にコンテストしに行くとき、そういうのはちゃんとクローズアウトして、その選手がドライブしたときについていってブロックするとかっていうシーンは1試合最低1回はありますし、グラント・ウィリアムズはどんな選手相手でもゴリゴリのスタイルでディフェンドすることができる。チームにグラント・ウィリアムズやマーカス・スマートみたいなブルドッグ系が複数いると、やっぱディフェンスでチームのモラルが上がって、チームとして盛り上がるきっかけ、いい流れになるきっかけが作りやすくなるんですよね。で、グラントに関してもう一つだけ言いますと、これはディフェンスじゃないんですけど、オフェンスで、ちょっと前まで彼コーナーシューターだけやったのが、クローズアウトされた時に、コーナーからドリブル2回ぐらいして、しっかりとフィニッシュできるというスキルを身につけてますね。前はクローズアウトされたら、こう、ぎこちないドリブルで、もう、明らかにパスを狙ってるなっていうような弱いドライブやったのが、しっかりとそのフィニッシュ能力をインプルーブしたことで、今度は逆サイドのディフェンダーたちが中に寄ってこないといけなくなるわけですよ。するとそこからキックアウトしたらまたガラ空きのシュートが生まれる。それぞれの選手がちょっとずつその弱点をインプルーブしたことも今の成績につながってると思います。で、最後になりましたが、監督のジョー・マズーラ、ウドカの件があったことで、いやセルティックスちょっと今年はやばいかもなっていうシーズンの始まり方でしたが、ちゃんとマズーラはやっぱ選手とコネクトできてますね。アジャストメントがうまいなと思いますし、今どういうラインナップを入れたらいいかなっていうのを気づくそのセンスがある。数週間前のキングズ戦もそうでしたよね。最初の2クォーター半なんかパッとしないバスケをしてたセルティックスにちょっと違う調味料を入れるために不思議なラインナップを入れましたね。ブログドン、プリチャード、ハウザー、テータムとコーネット。これでテータムに必要なスペーシングができて、彼が中に切り込んでフィニッシュするか、シューターにキックアウトしてスパスパ決めるか、20点ぐらい連続で決めましたね。ああいうのを試合中にパパって気づけるっていうのはヘッドコーチとしては重要なスキルやと思います。あとは彼のアイデンティティがこのチームにはしっかりと刻まれてるっていう一つの話がありまして、日本語でなんていうんだろう、サンドキャッスル、海で作るほら砂の彫刻いうのかな、あるじゃないですか。シーズン始まってもう初日から毎日サンドキャッスルの写真をチームに見せてるんです。これどういうことかと言いますと、どんなにいいサンドキャッスルを作っても夜になった頃にはもう全部波で崩されてる。それを忘れずに毎日素晴らしいサンドキャッスルを作らないといけない。昨日いいサンドキャッスル作ったから今日はいいやっていうのはあかんっていうのをメッセージに毎日サンドキャッスルの写真を見せてるらしいです。ちょっと笑ってまうようなエピソードですけど、でまあ実際選手たちもなんか半笑いで、さ
さすがにもうサンドキャッスルの写真もう得てっていう選手もいてるらしいですけど、でもやっぱりちょっと気が緩みそうになった時に、いやあかんあかん、サンドキャッスルマインドセットやっていう風に思い出すのにはいい例えやっていう風にチームは思ってる。昨日のサンズ戦とかもまさにそうでしたよね。ハーフタイムでセルティックスは27点差のリードを取ってたんですけど、普通やったらちょっと気緩むじゃないですか。でもサンドキャッスルセルティックスは違って、ハーフタイムの間にそのサンドキャッスルはもう流されていった。サードクォーターはしっかりと新しいサンドキャッスルを作ろうっていうのがもうほんま伝わってきましたよね。あっという間に点差45点差に広がって、油断をしないチームっていうのはやっぱ強いなっていういい例えでした。はい、まあでもね、どんなチームにも弱点っていうのはあるので、最後にもう何回目の最後や、懸念点について話しますと、オーバータイムで弱かったり、クランチタイムでちょっとこう愛想ボールに走ってしまうことがあるっていうのはちょっとした心配点かなと思います。それまでボールがポップしてても、確実に2点取りたい時っていうのはやっぱ人間のナチュラルなリアクションとして、テータムとかブラウンがここは俺に任せろというモードに入ってしまう。それで点が入る時はいいんですけど、入らなかった時に流れが悪くなってしまうことが時々ある。マイアミ戦でね、オーバータイムで負けた時も、まあゲームプランとしては悪くはないんですけどね、相手のタイラーヒーローがディフェンス雑魚やから、ターゲットしようと、まずはブランがアイスをしたり、ね、テータムがアイスを、入る時ももちろんあるんですけど、それでちょっと流れが悪くなってしまうっていうことが個人的にはちょっと心配です。あとは今スリーがバンバン入ってて、ボールムーブメントが美しい、しかも最後にちゃんと決めるって、もう止めようがないやんっていうバスケをしてますが、シュートが入らなくなった時にじゃあどうするのかなっていうのは気になりますね。こうインテリアでポストプレーで、例えばディアンドレ・エイトンみたいな選手がいるわけでもなく、ヨキッチとかエンビードとか中でゴリゴリオフェンスしっかりと、もうここは一発ジャンプフックお願いしますって任せれるようなビッグマンがいないのがどっかでネックになるんじゃないかなっていうのは一つの心配点です。そして最後にロブ・ウィリアムズが、まあディフェンスはね、ロブが怪我から戻ってきたら今以上にエリートになるっていうのはもう目に見えてるんですけど、彼が果たして健康でいれるのか、これまでの彼のキャリアを見てきたら必ずどっかで怪我するっていうのがもうパターンになってるじゃないですか。だからそういうディフェンスのアンカー、リムプロテクター、ロブをフィニッシュできるリムランナー、ショートロールではパスをさばけるビッグマンとしてのプレーメーカーが、もしまたプレーオフで健康な状態でプレーできないってなったら、これはかなり大きなロスになると思います。はい、まあ今日のところはこんな感じですかね。ほんまやっぱセルティックスはこう見てて勉強になるバスケをしてくれるので、いいバスケがとにかく見たいっていう人にはほんまおすすめです。皆さんは今季のボストンセルティックスについてどう思いますか？コメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、平和。